はい、チーズ。すごい、すごい。北極さんないじゃん、もしかしたら。いや、もう。一番いいんですただいまから2020年度中日ドラゴンズ新人選手入団発表会見を行います。続いてドラフト4位郡司選手の話を伺います。まず今日を迎えてのお気持ちを教えてください。そうですね、今日先ほどの皆さんも言ったように初めてドラゴンズのユニフォームに袖を通してやっとドラゴンズの一員になれたんだなという、気持ちでいます。まあ、ただ郡司選手は東京六大学の秋季リーグでは三冠王も達成しましたし、その後の明治神宮でも大活躍されましたが、ここ最近の手応えとしていかがでしょうか。そうですね、ドラフト指名後に少し頑張りすぎてしまいまして、さまざまな結果がついてきましたけど、あまりそれに何て言うんですかね、過度な自信を持ちすぎず、まあ、謙虚にやりたいなとは思ってます。まあ、ただいい意味でも自信は持てたんじゃないですか。そうですね、はい、プロ入り前に少し自信にはなりました。改めてご自身のセールスポイントを教えてください。僕はやっぱり打てる捕手であることと、あとやはり勝てる捕手であることがセールスポイントだと思います。具体的にそれぞれ打てる捕手、まずどんなところでしょうか。そうですね、状況に応じてさまざまな、バッティングに、対応できるということと、はい、打てるというところです。はい、続いて勝てる捕手というところは。そうですね、小さい頃からずっと、キャッチャーとしてやってきましたけど、中学校、高校、大学すべてで、日本一を経験させてもらっているので、そういう勝ち運は持っているのかなと思っています。守備面に関しては具体的にどんなところを自信を持っていますか。そうですね、やはり頭を使って試合の流れを読んで、そのゲームメイクするっていう、能力には自信があります。ドラゴンズでは高校の1学年先輩の梅津選手もすでに活躍されていますが、今後バッテリーを組むということもあると思いますが、お話はされましたか。そうですね、指名後すぐに連絡をいただきまして、郡司と野球をするのが楽しみだと言っていただいたので、僕もすごく楽しみにしています。もしいらっしゃればなんですが、今一番ボール、この人のボール受けてみたいなという思うピッチャーはどなたでしょうか。そうですね、今一番思っているのは小笠原投手で、まあ、彼には甲子園の決勝で僕の高校野球を終わらされているので、そういった意味を込めてどのぐらい、成長しているのかというところも見たいなと思っています。小笠原さんとは何かお話をされましたか。はい、小笠原とは、はい、2度電話をしまして、まあ、いろいろ、はい、話しました。まあ、続いて目標としているキャッチャーいらっしゃいますか。そうですね、目標としているキャッチャーはやはり谷繁捕手で、ドラゴンズを長年、支えていたと思うので、そういう、長年ドラゴンズを支えられるキャッチャーに僕もなりたいなと思います。まあ、そのあたりも含めまして、最後にプロ野球選手としての目標を教えてください。はい、やはり先ほども言ったようにドラゴンズをキャッチャーとして長年支え続けて、ミスタードラゴンズと言われるような選手になりたいなと思います。ありがとうございます。これだけはこっそり伝えたいこと。〇〇選手のマル秘情報の垂れ込み。岡林選手なんですけど、あいつ熱海のことを熱海って呼んでました。ありがとうございました。
選手が楽しんでいるところを、しっかり、見ていただいて皆さんにも楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。オンライン龍神祭2021スタートです。お送りいたします。皆さんに。これどうやって見ることできないんですか。ラストはラストは石橋選手が決めるか。終了です。フラダンスってどんな場所に行くんですか。さあいくつだったかご覧の経験。それでは作品をちょっとこれ皆さんで見れるように持ち上げていただ鼻が赤だ鼻が赤だどうぞ。あー似てる。おーあっおーこのあのライブ配信残るんで、まあ、見てない方に向けて今日の見どころとすればどういうとこだったと思いますか。見どころはで笑いあり涙あり。涙あったっけ。いや絶対あると思うよ。どこに絶対にある。あ確かにな、うん、まあドラマ性もあったような気がする。これ絶対最初から最後まで飛ばさずに見てもらいたいですね。舐め回すように見てほしいですね、はい、もう10回でも100回でも1万回でも、ねうん、見てもらいたい。再生回数なんて多いければ多い方がいいんだろう、うん、おーそうです、うん、頼みます本当に、はい、皆さん見てください。お願いします。YouTube を、ご覧の皆さん、こんにちは、お久しぶりです。ご無沙汰してます、カメラ置いてみました。企画でおなじみの郡司です。まあ、まだ例によって岡林の話なんですけど、最近あの郡林とか言ってね、あのニックネームユニフォームですか、郡林なんて入れてなんか調子乗ってますけど、なんかすごい片思いだなっていう風にすごい感じるんですけど、最近なんか最近の話なんですけど、岡林すごいなんかちっちゃい子みたいな質問が多いなっていうエピソードがあって、あのこの前のオフに会ったんですけど、郡さん潮の満ち引きってなんで起きるんですかって聞かれたんですよ。確かになんで起きるんだろうなっていうね、あのいざ聞かれると答えれない質問をよくしてくるんです。本当になんか5歳ぐらいの子供がよくあの親にする質問みたいなよくするんですけど、あいつ郡さんドーナツのオールドファッションって由来なんですかって絶妙に答えられない質問してくるんですよ、あいつ。なんであいつはやっぱ脳みそはまだあの5歳児6歳児のままなんだなっていう、はい、感じですね、はい、この前誕生日でね20歳になりましたけど、もっとねあの頭の中も20歳になってほしいなっていう。僕は高級なイヤホンをねだられたんで、あの、はい、買ってやるつもりでありますけど、はい、そんな郡林を今後ともよろしくお願いいたします。失礼しました、なかなか、はい、失礼します。ノンカットでいい。グンちゃん、グンちゃん、はい、ちょっとこれ配られるのどう思うか、ちょっとグンちゃんプレゼントしようか、これなんすかこれなんすかこれってどういうこと、イケメン、イケメンじゃない、イケメン、イケメン、何枠を可愛いランキングらしい、可愛いこいつね、あざといよね、本当に自分で可愛いとこ狙ってますからね。狙ってねえ、あざとさ感じます。そう、こいつ自分で可愛いキャラで行きますとか言ってますからね、こいつ言ってない、言ってない、言ってない、マジで言ってない。こんな顔してね、ようやりますよ、本当に言ってない、マジで言ってない。これ可愛い風や、ほらほら可愛い風、うれうれうれ、可愛い風、可愛い風。マジで何も言ってない。
なんか笑えてきますこれ人ちょいよいやろこれあの他の選手もあるんですけど、あ、ここは待ってください、待ってください、これっすね、これっすね、あーはほら、絵になってらっしゃる、もう神々しいひどい、ほらひどい、ひどいイケメンコンテストのなんかさ、ちゃんとさ、意味を 見直さないと、僕は何も知らないいや、これは、これは置いとこう、しんのすけは置いとこう、あ、まあ、柳最後の秋はね、はあ、なんか僕は青になりました、なんとも言えませんねこの来場者にみんなに配られるんですけど、はい、これがランダムで、ランダムですか、はい、まあ、この外れを引かないように絶対俺でしょ俺みまあでもこれに関してはファンが選んだんで、僕は何も言えないですよ、まあね、でもファンの皆さん騙されないでください、こいつ戦略的あざとさですから、ね、狙ってますから気をつけてください。なんか感じるエピソードとかありますか？エピソードっていうか、なんていうかな、なんかこうやって言ってましたよね、なんかイケメンコンテスト可愛い部門狙ってきますみたいなこと言ってましたよね、こいつ。言ってません、言ってたよ、まあ、俺なんかで見たもん言ってない、選ばれたくないので他の人でお願いします。僕、実は僕面白い部門狙ってたんですけど、あのちょっと活躍が足りませんね、まだ僕じゃ面白いと思うんです、僕面白い部門でずっと投票してます。面白い部門誰でしたっけ、柳さんと住んでるんで、そうですね、あ、そこそこにはちょっとかなわんな。いやでもやっぱりね、慶応ボーイなんで、慶応ボーイじゃない、やっぱ慶応は頭回るんでね、パーク出てくるね。無視？素敵。絵になるね。本当絵になるのこれ。これは当たりでしょ。いい匂いする。いい匂いする。比べるな。感じる風がね。全然ちゃう。あ、気持ちいい。涼しい。あの、グンさんよくあの密告というか岡林さんのエピソードを教えてくれますけど、はいはい、最近のは何かありますか？最近ですか、何だろう、何かあったっけ、何だろうな、何だよ、密告か、最近あんま面白くないんだよな、こいつでもなんかこうひょうひょうとしてるじゃないですか、こいつって。でも結構打てなかった人がもう露骨に顔に出るタイプなんで、あのファンの皆さん優しくしてあげてください、もう打てなかった日は特に。そんなに出ないですよ、元気出してます。打った日はすごい元気なんですけどね。いや、それは嫌だな、それは嫌だな、それ嫌な人じゃん。いや、もうそうじゃん、なんか気にしてませんよみたいなタイプに見せかけて、実はね、ハートちっちゃいっていう。それはもう自分でも思う。そういう時こう郡司先輩はどう接するんですか？え、茶化します。あんま元気ねえなっつって元気ありますよ。これでもね、結局最終的に一番上にしてくれるのに、ね、優しいやろ、おい行くんよ。僕もアップ行くんよ。こんなね、なんかコントしてる場合じゃないの。ミーティングなんだ。ありがとうございます。
州か千葉千葉県地元ですからね。俺も千葉県の高校出身なんだ。ちょっと弱いっす、それ弱い。マリンスタジアムの思い出は。そうですね、僕も小学校の時はマリーンズの日本も来てたんで、マリーンズジュニアですか、その時に来たんで、いや懐かしいですね。ファンでもあったんですか。まあ地元だから一応ぐらいの感じでした。まあでも応援にはよく来てましたね。どれぐらい、選手としては誰がいらっしゃるぐらいの時代。まあ、一番好きだったのは僕はあれですね、サブローさんですね。4番サブローさんでつなぎの4番として話題になってて、いやああいうバッターになりたいなと思ってましたね。あのマリンズジュニアでは4番も。はい、4番ですね。もうそれこそつなぎの4番でやらせていただいて、あのアナウンサーのアナウンスの何でしたっけ、あの谷穂さんに軍事って呼ばれた時はあの嬉しかったですね。小学校の時。プロになって、はい、谷穂さんのアナウンスは、まあ、オープン戦で1回1年目の時ありましたけど、いや嬉しいですよね、あの声いいですよね。地元でどんな姿を見せたいですか。いや大きくなって帰ってきましたと、はい、皆さんに見てもらえればなと。なんだかんだなんか親戚やら友達やら結構見に来ているんで、まあ、まずは出れたら頑張ります。あれですね、あの平沢さんいなかったならちょっと。そうですね、タイガーいてほしかったんですけどね、寂しいです。あれ水族監督所かな。誰が水族監督所。千葉出身や。え、白海から発見された。誰が違う海や。あそこの海か。誰がジンベエザメ。余計な情報が広まってしまうよ。新之助が言い出したの、余計な情報が。今日魚類特集だな。誰が魚類特集。YouTube だからね、これ。5000枚河原政権とかできる。5000枚河原。また変なさ、キャラできちゃうじゃん。海流一本背負いとかできる。あれ、ワンピース知らんない。最近あのチームメイトの何かこうこのままだと言われっぱなしだと思う、はいはい、情報的には何か垂れ込みの軍事みたいになってます。最近ベンジン、いやでもちょっとね、まあ、やっぱり今この前あれですよね、あのガールズデーですか、3日間行われまして、あのイケメンの皆さんのね、あのグッズやら何やらありましたけど、岡林タオルの数すごくないですか。納得いかないですね。なんか結構売店でも売り切れてた。いやなんかすぐ売り切れたみたいな情報聞いたんですけど、ちょっと納得いかないですね。それでも人気をちょっとこう呼んでるのは郡司さんのこう素顔をこう暴露してる。あ、まあ、僕のせいですか。もうあの一役買ってる。じゃあこれ以上言うのやめようか。あいつほんとカメラの前だけ先輩に抱きつきに行ってね、ほんとにもうよくないっすよ、あれ試合前とかアップ中とか。あざといですか。あざといって僕が言ったらなんか僕もなんかあれですよね、可愛いと思っちゃってるみたいに思われるのも嫌なんで。最近調子いいですからね、まあ、打ってくれればいいんですけど別に、はい、何でも納得いかないですね。
元ということで、くんちタオルがいつもの5倍ぐらいあります。でも、加藤翔平タオルはいつもの500倍あります。今回、風強いんで、内外野、フライだったらしっかり声をかけないようにお願いします。マリンの風と女心は読めないと翔平さんが言ってました。では、それを今日はそれを参考に1点でも多くホームベース踏んで突き出しましょう。よしですか。よし、最後。こんにちは、これでドラゴンズしょうもない出来事暴露系 YouTuber の郡司と申します。数々の名言を残しておら残しておられる三好選手なんですけど、彼宮崎の飲食店で、ライスご飯で3つでお願いしますって言ってました。どういうことでしょうか。ラージって言いたかったんですかね。分かんないですけど、ラージって分かんないですね、あいつ英語知らないんで。以上です、ありがとうございました。そういえば思い出しましたよ、1個。はい、岡林、あいつ米田コーヒーのでメニューにウィンナーコーヒーってあって、ウィンナー乗ってると思ってました。なわけないだろうって。それ教えなかったんです。すぐ突っ込んだ。なわけないだろうとは言っときましたけど、多分未だに何が乗ってるかわからないです。ウィンナーコーヒーってあれですよね、クリーム乗ってるやつですよね。いきます。あれですね、本当にね。以上です。ありがとうございます。じゃあ今日はこれだけ。はい、すいません、YouTube ライブ配信中。今ライブ？はい。ビールとライブは生がいい。ありがとうございます。そればっかりやもん言ってんの。キャッチャー、はい、また、はい、練習されてる様子ですけど、はい、そのあたりは、まあ、やらせていただく形になりましたので、まあ、やるからにはもう、もう、まあ、ポジション取るぐらいの気持ちで、まあ、やりたいですけど、まあ、まずはまあ、バッティングで期待されていると思うんで、まあ、そのどっちも期待に応えられるように頑張ります。まだキャンプ5日間ですけど、はい、軍事選手の身の周りに起こった事件であったり、一般の方に報告していることはちょやめてください。なんかその暴露系 YouTuber じゃないんですよ、僕。別に全然暴露とかじゃなくていいですよ。なんかこうキャンプ前の岡林のちょっと面白い話になるんですけど、どうですか、お願いします。ルイボスティーってあるじゃないですか、はいはい、あいつルイボスティーのことをルイボスティーニーだと思ってたらしいんですよ。ディアゴスティーニー、創刊号は100円みたいな。1から作るんかなみたいな。なんか僕がルイボスティー飲んでたら、あ、それルイボスティーニーだとか言って、何それみたいな。はい、本当に尽きないですね。尽きないですよ、彼は。もう一個あるんですけど、ちょっと次に撮っときます。わかりました、はい、いつも突撃して困っちゃいますもん、ね、はい、はい、ちょっと、はい、じゃあ次回にネタ提供できるように頑張ります。はい、お願いします、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。残りも頑張ってください。ありがとうございました。ナイス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 。はい、先生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 、ね、どうですか、今日は。お寝起きですか。どうですか、なんか逆に何が聞きたいかっていうところですよね、もうどうしようかな。まず宮大成の話なんですけど、
まあ、彼2年目で、去年はすごいなんか可愛い18歳だなと思ったんですけど、今年すごい調子乗ってまして、まあ、慣れてきたのもあると思うんですけど、まあ、僕に対してすごい舐めた態度を取るようになってきまして、メディシンボールってあるじゃないですか、トレーニングで使うまあ、顔よりはちょっとでかいぐらいのボールで、ボールあるじゃないですか、ありましたけど、はい、あれメディシンボールに向かってグンジさん、グンジさん、グンジさんって喋りかけてるんですよ。あいつやばくないですか、七神戸の先輩に。七つも違うのに。まあ頭はでかいですよ僕は。でも先輩をメディシンボール用ばわりですからね、ひどいですよね、はい。まあ多分大島さんの自主トレで多分野球以外のものを学んできたんだ。頼もしい、はい、成長して帰ってきました。はい、岡田さん、まあ、いつも通り、まあ、岡林の、はい、ネタなんですけど、オフにですね、グルテンフリーのシュークリームを食べる機会があったんですよ。で、彼にですね、グルテンフリーの意味わかるか聞いてみたんですけど、まあ多分知らないだろうなと思って聞いたの、まあ全然わかんないと。で、何だと思うって聞いたら、店の名前ですかってグルテンフリーっていう店のシュークリームですかって。まあでもなんかちょっと賢かったらグルテンフリーって知らなくても何かが入ってないんだなっていうのがわかるじゃないですか、はい、フリーですから。で、その次に、じゃあ違うよ、店の名前じゃないよっつって、じゃあ何だと思うって次聞いたら、まあ、シュークリームだからっつって、中身がぎっしりですかって言ってきまして、グルテンフリーのシュークリームは中身がぎっしりシュークリームっていう、はい、ことを言ってましたね、はい、本当に世の中を知らないんだなって、はい、感じですよね。まあ、ヒットいっぱい打ってるからいいっすかね、別にね。そんな岡林さんに今日何かメッセージを送ったり。はい、誕生日、おめでとう、マルートだけ、はい、送りました。何が欲しいのって、はい、まあ、LINE しときました。なんて来るかまだ分かんないですけど、はい、翔平さんと一緒に何か買おうと思います。はい、まあ、僕もいつまでもね、カメラの前でこんなペラペラと喋ってる場合じゃないですからね。はい、アンチコメントも来そうなんで、そろそろ、はい、あんま喋りすぎもよくないです、はい、今後とも、はい、ネタがあれば随時供給していきますので、はい、まあ、ドラゴンズの暴露系、小ネタ暴露系そんなでかいのない、そのでかいネタないですから、はい、常に出ていただきありがとうございます。すいませんでした、毎度毎度すいません、でしゃばってます、すいません。失礼します。ありがとうございます。いいですよこれ、うまいこと編集しててくださいヤマンさんもですけど、ドラゴンズの YouTube としては大事な戦力を失った、はい、いやもう、ね、僕としてはもっと YouTube のね活動、 YouTuber としての活動をもっと力を入れていきたかったんですけど、まあ、なかなか結果も伴わずもどかしい部分があったので、まあ、ヤマンと同様ちょっと僕も自分のインスタとかもあるんで、ちょっと SNS も更新しながら皆さんに声を届けれればなと思うんですけど、もっとドラゴンズの YouTube でふざけたかったなっていう思いが、それが一番の心の声、一番とか言ってない、一番ではない、一番ではないですよ、それは。ドラゴンズの YouTube でもっとはっちゃけたかったなっていう、はい、思いです。なんかすいませんでしたいや、これからプレーもまたこうトークとかのところもファイターズで、はい、そうですね、こいつトークばっかりだなみたいな、オフばっか目立ち上がってみたいな、 YouTube ばっかりなんか目立ち上がってみたいな声もちらほらあったりなかったりないですか？いやもう本当に貴重なまあね、そう思われないように、はい、野球で結果を出していきたいなと思います。ありがとうございました頑張ってください、はい、ありがとうございました。
行きます。お願いします、第1部、ありがとうございました。第2部 YouTube ライブも見てね。